びに参るの。見てて、乙女の心意気。気力をなくしやがった。さっさと助けに向かうぞ。もう今川は終わりだ。我らはこれより武田に着くぞ。手やつらを片付けねえと Ujizane の態度を確保できねえな。顔にはするなよ。 Ujizane さえ助けられりゃ十分だ。お父様は被害を最小に抑えて今川を救おうとしているの。何こそこそと企んでやがる。まだ内容してる野郎が嫌がったか。ま、分かってりゃ対処の仕様もあらん。戦火に王道を敷くため、今川にはここで滅んでもらうよ。くっちゃべってねえで、さっさと引きやれ。Ujizane様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。開門。Sanada の小僧は山道に引きずり込んどけ。敵将を討ち取ったりじゃの。お箱邪魔。
うまく誘い込めたか。これでせがれどもが切れやがる。父上、隊は到着しましたぞ。敵か、浅め打ちにせよ。運が向いてきやがったぜ。いや、少し欲を出しても良さそうだ。勝利条件変更。人間の野郎に一泡吹かせてから帰るぞ。まずは山頂を奪っちまえ。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。山頂を取っときゃ武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ここで止まるわけにはいかんのだよ。全軍進め。わしも出る。親方様自ら。ならば親方様をお支えすべき一手は。信玄の野郎、自ら撃って出やがったってのか。ま、こっちにすりゃ好都合だ。裏回って本陣をついてやれ。開門。人間対策されなすべきことを
氏真を死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様、どうかしました？乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なのね。